おはようございます。あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール講座です。今日は皆様と共にエンゼル少女の楽曲、春夏秋冬の歌、この CD をご紹介したいと思います。エンゼル少女というのは幸福の科学が作っている、幼児教育向けの施設でもあるわけなんですね。そしてこの歌というのはまさにそういう子どもたちに向けて作られた歌でもあります。作曲は大川隆法総裁先生、この中に4曲あるんです。春の歌、夏の歌、秋の歌、冬の歌という4曲が入っている CD なんですが、全ては作曲は大川隆法総裁、そして作詞は大川志郎総裁補佐が今回作っていただいた、4曲とも大川志郎総裁補佐が作っていただいた詩になります。その中で今日は皆様に春の歌をご紹介したいと思います。春の歌、歌を歌っているのは大沢美也子さんです。ではその一部をお聞きいただきたいと思います。どうぞ。はい、今お聴きいただいてますのが「春の歌」という歌ですね。春というのはとっても美しい季節です。そしてある意味では年度変わりの節目の季節というふうに言っても良いのではないかと思うんですね。で、この春というのは本当にいろんな花というものが咲いたりとか、あるいは昆虫が出てきたりとか、あるいは冬眠していた動物が目覚め始めたりとか、そういう季節でもあるんですね。ですので、新たなスタート、門出の季節というふうに考えていいのではないかというふうに思います。ちなみにこの春の歌、エンゼル少女、いわゆる幼児向けの楽曲ではあるんですけれども、この歌は大人でもぜひ聴いて学んでいただきたい楽曲でもあるんですね。というのも私たちの人生においては非常に大事な大事な学びがこの歌の中には含まれております。私たちの中においてもずっと何年も何十年も生きていますが、しかしその都度その都度メリハリというものが必要になってきます。その意味では春というのは一つの節目の季節というふうに言って良いのではないかと思いますね。先ほど、門出の季節というふうに申し上げました。入学式が始まったりとか、入社式があったりする時でもあります。さあ、その中において桜の花というものが日本には非常に特徴的な春の花として有名ですね。この桜の花が咲いてくると新しい季節がやってきた、新しい時代が始まった、そういうふうに感じる方も多いのではないかと思います。そして私たちも1年を始めるにおいて
この時期に自分自身のこの1年を振り返り、そして新しい時代を迎える、スタートさせる、そういうふうな季節として捉えてみていただければというふうに思います。でこの中で歌詞の中にこういう言葉があります。まあ、桜というものが咲いているわけですけども、今年も咲いてくれてありがとう、また来年も会おうね、きっと会おうね、それまで僕たちももっと優しく、もっと強く、もっと大きくなっておくからね、というふうに歌詞があります。いわゆる桜に対して来年も咲いてくださいね、でその時にはもっと成長している自分をお見せしますから、優しくなっている自分、強くなっている自分、大きくなっている自分、そういう自分をこの桜の木、桜の花に見ていただく、そういう気持ちが大事になってくるわけですね。ですので、常に、1年前の自分よりも成長している、何かが成長している自分を求め続ける、そういう言葉が、思いが大事になってくるのではないかなというふうに思います。ですのでこの春の歌というものを通じて、ぜひ、これから1年成長していくぞ、いろんな面で成長していく自分を求めていただきたい、そして気分も新たに、自分自身を引き締めて、そして、今までできなかったことができるようにしよう、今年はこういう目標を立ててこれを達成できるような自分になろうというふうに、新しい目標を掲げながら進んでいく、そういう季節にしていただければなというふうに思います。とっても、可愛くて美しい歌がこの春の歌になっております。ぜひ多くの皆様にこの歌を聴いていただいて、新しい自分を見つけ出していただければなというふうに思います。ぜひ、世界中の人々がこの春という季節を感じていただき、そしてその中に自分の成長を目指すスタートの季節を見つけていただければなというふうに思います。今年1年、世界中の多くの方々が成長できますよう、主エルカンタレにお祈り申し上げたいと思います。ありがとうございました。